おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回の前回の続きなんですけれども、こう物事っていうのはこう何でもそうなんですけど、衰退にこう衰退じゃないね、こう混沌化していくと、それを秩序立てて統合化しようとする力、2つの力が働いていると。国や組織、社会なんかもこの2つの力で成り立ってて。発展するときにはその統合力が強くて混沌の力が弱くで、そうするとどんどん発展していくんだけど、でもやがて混沌の力が強くなって統合の力が弱くなる。そうすると発展してきたものをどういうふうに扱うかっていう問題が出てくるんだけど、古代ローマではこれ極端に大きく広がった帝国を維持しようとして、この中央集権化していくんだよね。最終的にはもう絶対王政になる。その前一番最初は王政で、次共和政、もう権力者いないんだよね。で次やっぱ帝政が出てくるんだけど、帝政はねこの王とは違って、この市民、一市民の代表者なんだよね。だから市民と対等なんだよね。でそれだとまずい、税金をもっと取ろうっていう発想になると、今度絶対王政に変わってくる。それがコンスタンティヌス帝だよね。大体紀元4世紀最初のぐらいの時それが起こってきて、やがてその150年ぐらいにはもう終わってくるよね。で結局中央集権化していくと、それを支える周りのがどんどん疲弊していっちゃうんだよね。そうすると役人とか要は軍人だけ強くなって、そうするとここだけ強くなるんで、支えるものがいないで、やっぱ最終的にポキッと折れる。なんかあれだよね、植物が腐って枯れちゃうんだよ、栄養ないんだけど大木だけあるとやっぱ結局枯れちゃうんだよね。でもう一つの方法は、こうまあ大きくあった領土を縮小して、この自分の統合力に見合ったところでやっていきましょうみたいな話で、まあ今の企業でいうリストラとかダウンサイズってそれなのかなって思うんだけど、で現在、まあ、国でいうとね、現在 どうなのかな、まあ、ちょっとこのモデルでいうと、こう国っていう形があったとしますよね。で、まあ、そうするとね、これが政府だとか政府民間、一般の消費者ってわけだとすると、どうもね統合力が弱くなった時、現代のやり方だとね、これをこう穴掘ってこっちに、わかる？要は中央のこのお金を、まあ中央をまあ貧乏にさせといて、この周りを発展させ、でもねやがて取るからね。やがてこれ埋めようとする力働くから、これは純税になってくるんだけどね。これもこれでどうかなと思うんだけど、なんとなくわかるこれ。はい、で。その古代ローマとかそのぐらい の時にはこういう発想あんまりなかったのかもしれないね。これまあ大体この考えは第二次世界大戦後の経済学者、第二次世界大戦後じゃない、その前だな、ケインズね、経済学者ケインズがこういうやり方どうっていうことで、まあこう二通りの道があるんだけど、これもこれで後で大変だよね、純粋だよね。どうでしょうか。なんか感想ある？どうすりゃいいのかって言ったら、元も子もないんですけど、なんかいい方法はないのかなと。まあなかなかね難しい問題でね、でも大概あれだよね、古代ローマの人たちとかは結構軍人の皇帝が多かったんでね、軍人がでね、大概経済政策が失敗するね。いや本当経済政策が音痴の人多いよね、本当に軍人はね。例えば、ね、通貨政策なんかね、やっぱ要は国が発行する通貨が信用力なくなってくじゃんね。要は銀の含有量が少なくなるんだよね。そんならば、銀の含有量を上げて発行今度居直しましょうって話になると、どうなると思う？みんなね使わなくなるの、はい、
いや要はね、タンス預金に増したのこれ、はいはい、要はさ、金の延べ棒があったらどうする、流通させないでしょ、はい、家に。でそうすると、はい、この通貨の量が少なくなっちゃうんで、うん、デフレ起こしてくるんだよね、うん、で実際何が大切かっていうと、いや、うんうん、そこじゃないよね。あの要はね、経済発展させるイコール、経済発展させるイコール通貨の信用力さえ上げればいいって発想は違うんだろうね、多分ね、うん、やはりあの根本的にこの一般の市民 の, この力を上げていくことだろうね、うん、それが何かっていったらやっぱあれだよね、こう根本的には対話、市民がこう対話していくっていう、なんていうかな、こうコミュニケーションですね。いや単なるコミュニケーションじゃないね、ちゃんと対話して切磋琢磨してこうレベルをみんなが上げていくような組織がないとなかなか難しいんじゃないのかな、多分ね、そこら辺なんだろうね。で絶対旺盛化しちゃうともうそれが言えなくなる、わかる、誰も何も言えなくなる、言ったら最後首切られるとかいう話だと、それできなくなるからね。まあこういう時こそ、なんていうかな、みんながこう、まあ、あの俺一人が何か言ったところで始まんないだろうじゃなくて、あと結論が出なくてもいいから、なんかこうみんなで対話していこう、こう面と向かってたよ、うん、いうことが必要なんじゃないかなって思いますね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。